総力戦はめんどくさい。時間がない。でもやっぱり効率的に素材を集めたい。そんなあなたのために、ミナー遠征一突オートの攻略法を紹介します。一番揃いやすいチームはこちらですが、揃えられたらこっちの方が安定感あります。今回の戦略は、マキ、ミカ、水着シロコでご利用し、他の生徒は低コストでスキル回しを良くする、ある程度バフがアタッカー2人に行く立ち位置、ヒールスキルを1つ持つ、この4つの点を解説しながら、実戦の映像を流します。ポイント1はマキ、ミカ、水着シロコでご利用し、ミナーは防御力が高いので、マキのパッシブ、シロコの EX でデバフをかけるのは必須です。デモオートだと、最初はデバフが重ねても徐々にずれるので、アタッカー2人の攻撃力が重要になります。今回はマキが固有3、ミカは固有1ですが、たとえ1突できなくても、フェーズ3まで行けたら、2突目は適当に貫通アタッカーを牽制してクリアできるかと思います。シロコの代わりに日和を使うのもありかもしれませんが、自分の日和はあまり育成できてないので、申し訳ありませんが、試すことはできなかったです。いずれにせよ、必ず模擬戦を試した上で、実戦に挑んでください。ポイント2は他の生徒の低コストスキル回し、ミカ、マキ、シロコは必須ですが、他の3枠はある程度替えがつきます。コストに3生徒に絞ることで、ビナーにデバフがついてる間に、マキかミカの EX が回ってくる確率を上げます。桃井は固有3だから大丈夫ですが、基本はバッファーの方が良いかと思います。今使ってる水着星野はコスト5ですが、コスト回復サブスキルのおかげで、実質 1.58 コストです。ただ注意点として、自由枠生徒のコストが合計6な場合、マキを開始スキルに設定すると、マキの3番目のパッシブが EX にキャンセルされる恐れがあります。他の編成だとマキを開始スキルに設定した方が安定感がありますが、コスト合計6の時は、開始スキルをポジション4の生徒にしてください。ポイント3もある程度バフがアタッカー2人に行く立ち位置、マキとミカをポジションに3に設置することによって、1の生徒のバフが大体ミカに、4の生徒のバフがマキに行くようになります。紹介した編成以外を使用されるときは、必ず覚えておいてください。ヒールスキルを1つ持つ、レベル90生徒であれば遠征員でも、ミサイルで即死はまずないですが、ヒールがなければ次のミサイルで倒れます。パッシブだけで十分なので、アコ、ナギサなどパッシブでヒールできる生徒をおすすめします。セリナなどの専業ヒーラーでも良いですが、その分他の生徒にダメージ出力の負担がかかります。皆さんもぜひ遠征員オート戦を試してみてください。ご視聴ありがとうございました。